はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ前回の続きからやっていきたいと思います。悲しい音楽のままですけれども、宿屋に寝たらダウドが襲ってきて、まあアサシンギルドのですね、イベントが進んだということになります。で、一回外に出てパブで情報を収集しましょう。これなかなか音楽切り替わんないよね。悲しい街になっちゃったな。音楽一つでこんなにも雰囲気変わるんだ。ジャミルがいるじゃん。しかとするけど、街の左の排水溝から地下へ降りて、そのまま下へ行くと盗賊ギルドがある。そこへ行ってちょうだい。あ、お金9700円。ちょっとジュエルに換金していこう。ま、このお姉さんでいいか。ちげえ、魔法屋さんだし。ここも魔法なんだよね、この神殿。ここは風の神殿だったっけ。売りに来た。ブロンズアーマーでいいでしょう。440いけるよね。よし、OK。これでジュエルが5。結構溜まってきたな。真面目にお金集めしてるからね。まあ、っていうか、アイスソード買ってないからね。行き違いで。じゃあ、ここでいいのかな。悪魔系モンスター、こっちは雑魚だな。 OK、 流星剣になった。アイシャもね、それなりには強くなってきたけど、まあただアサシンギルド終わったらさらばしようか。てかどこまで鍛えてればいいんだ。バーバラちゃんが戻ってきた時にやっぱそれなりに魔法の回数とかね、聖杯とかのレベルが上がっててほしいからな。まあ、かといってね、ずっと放置しておいてももったいないはもったいないから。外で鍛えたことないからよくわかんないんだよね。パーティー外して一回6人になったら早々変えなかったから。タコは倒していくか。あ、ちょっと待って、こいつは初めて。クラーケン、名前からして強そう。ちょっと一回ハヤブサの普通の攻撃で攻めていこう。先制は取る。ただ必殺技は使わない。それでどういう感じになるか。触れそう。ダメージは普通に通るね。いや、ちょっとだけ防御力高いか。1500くらい。2000。うわ、マジか。ダブルアタック256。2回食らったら死ぬ。トリプルアタック、早くて読めなかった。強いな。強いけどダメージ自体は当たってるからな。このままハヤブサ戦法でなんとか倒せるか。やっぱダメージがな、半端ないよな。よし、回復薬がいないからね。ただアサシンギルドっていうか盗賊ギルドとアサシンギルドは別物なんですよ、組織として。ここでいいのかな。あ、いるね、海賊だけど大丈夫か。クジャラート人がまだ小さな部族に、分かれて争っていた頃、影の支配者だったのがアサシンギルド。やつらはその名の通り暗殺者の集団。力と恐怖で人々を支配していた。300年前クジャラートが一つの国になった時、アサシンギルドは壊滅したはずだった。だが奴らが帰ってきやがった。奴らは裏の世界も表の世界も人殺しで仕切るつもりだ。戦ってはいるんだが俺たちだけじゃ対抗できねえ。強い助っ人が必要だ。そこで耳にしたのがあんたたちの活躍さ。あんたたちの腕を見込んで頼む。協力してくれ。泥棒に協力できるか。非常事態だ。協力しよう。ありがてえ。あそこの宝箱は自由に使ってくれ。オッケー。みんな同じこと言う。アサシンギルドの本拠地がわかんねえ。ああ、タルミッタの西って言ってたよね。なんで死ぬ間際にさ、情報くれたんだろう。せめてもの罪滅ぼしかな。1000円。ジュエル、やったぜ。器用さ。リフレッシュドリンク。マジカルシェルター。あ、ここら辺すげえ助かる。マジカルシェルターは特に助かるな。これ宿屋と同じ効果なんて。っていうか、こいつ超邪魔なんだけど。早くどっか行けや。買うと5000円だからね。リフレッシュドリンクも3000円。で、ジュエルを手に入れて、1000円か。
まあ、アサシンギルドに乗り込む前にまたこの1000円使っていかないとね。一回宿屋に寝て、あとどうしようか、また傷薬系でも買ってく。アンモナイトは雑魚1体だったら先手で倒せるはず。敵のランクが1ランク上がるといきなり強くなるかんな。むしろ全然上がんねえし。あーこいつ強いんだよ、ファイアウォールがマジで強い。ただ先手さえ取れれば倒せるからな。ハヤブサ戦法でいこう。ちょっとクローディアやっぱりハヤブサ切り覚えさせたいな。ちょ今のところ4人だからね、先制できんの。お供を連れてああいうやつが出てくるとすげえ厄介。一回出れる、ここからちょっとすぐには出れないな。通る人たちは特に何も教えてくれないよね。まああちこちに通じていると。宿屋には寝るか、もうさすがに襲われないんで。でダンジョン前の金を使っていくのはもう決まりですね。1500円といえどもやはり使っていかなくては。ここって何が売ってたっけ。あーガーラルスピア、グレソ、グレソとか1300円。グレーよくやってんな。ちょっとアイテム系が欲しい。アイテム系が石化オトックはまあリフレッシュドリンクもあるからね必要ないんで。やっぱ傷薬か。最高傷薬2000円するから手が出せないでしょ。やっぱ高級傷薬か。超邪魔なんだけどここら辺の女。あ万能薬もあんの。万能薬って何。石化以外すべての状態。石化以外って何。回復するもんなくね別に。まあいいや、高級傷薬を買い込んでいくか。 OK、まあ、これで多少減ってもすぐ回復できるからね。で外に出れば多分アサシンギルドが出ているはず。あるね、タルミッタの西アサシンギルド。結構離れてるけどさ、よくわかったな。ちょっとこっちにしよう、セーブ。またモンスターがいっぱいいるんだろうな。
入り口のモンスターはそんなに多くないね。ただモンスター密集してるからね。ほら右の方にも骸骨がいっぱい見えたし、けーこいつだ、やばい。後ろのやつは大したことないから確実に先制して、このフレームイーター、よく読めないけどフレームイーターだね、こいつを倒していこう。アイシャがヒットポイント300乗ったか。マンドレイクみたいなやつは600じゃ倒せない。ハルベルトも270、いいねいいね。あとみんな武器レベルどれくらいなんだろう。お、大地の剣上がった、よし。早く15になってほしいな。15になるともう使う意味があんまりないからね。これは普通に倒していこう。多分3で1個覚えて、6で1個覚えて、10で1個覚えて、15で1個覚えると、そういう感じだな。あとはグレソがね、もう何度も言うけどアイスソードだったらまた違ったんだろうけど、道としては宝箱、ただ宝箱はもう金しか入ってないみたいなんで、ここまあ見逃してもいいかな。だいたい500以上のヒットポイントの敵が多くなってきたね。こいつは雑魚だな。たまにね、まだすげえ雑魚が出てくんだよな。差が激しい、強い敵と弱い敵。何も上がらん。ここ敵がいる。スライム系がねあんまり強くないんだよね。スライム系もいきなり強くなるかな。風の精霊とか火の精霊とかそういうのが出てくると厄介。魔法がやっぱり厄介なんだよね。特に火の魔法を使ってくるやつが結構いるんで。こいつは防御してるな。してなかった。ダークネス、マジでよくわからない。陣形が乱れると少し厄介だな。フォークはトマホーク使ってこう、と戦闘のやつ。両手剣は後ろから今のところ攻撃できるのがないんだよな。え無意味じゃん。撫で切り、やっぱ前じゃないと無理だ。一番前に来ないととにかく何もできない。片手剣はねはやぶさ切りとかがあるし、斧はトマホークあるし、スピアはもともと中間から攻撃できるし、レイピアが無理か。大地の剣後ろから行けそうなのがないよね。これどっちやねん、ちょっとわかんねえな。どっちからでもいける。あそこに階段がある。もう下へ下へ潜っていこう。トムホークを使ってしまった。何にもわからない。えー、こっち無理か。そういうことね。やられたっけ。
こいつはマジで全力でいく。二段切り、二本打ち、はやぶさ戦法で持てる力のすべてを使って石化剣寝るのかな。スカルゴイルか、こいつガチで強えかんな。まあ多分普通に倒した。2500くらいだったよね、ヒットポイント。普通に攻撃していくだけだとちょっと危ないんだよね。一人で100円持ってんのか。まあ、多分ここら辺のリッチとかの次のクラスなんだろうな、スカルゴイル。ちょっとこいつら倒したらまた上の方から制圧していきますか。多分上から回ってくるっていうパターンだと思うんで。でこっちは一方通行だから来ちゃうともう一回戻んなきゃダメだよっていう。なかなかにめんどくさいな。クローディアのヒットポイント、いつの間にかグレー越してるし。200円。じゃあ下へ降りていきましょう。これ上行けんのかな。あ、行ける。敵がワンサが来た。よし、ようやく下に降りる階段。あれ、なんかぽいとこんでた、ぽいとこんでたけど、まだまだ敵はいるね。おっと、基本的に記憶になってるからね、前にやったやつを連打してるとそのまま使っちゃうんだよね。まあアイさんも350くらい当たるとはいえ、まあでも3分の2くらいだからね、他の人たちと比べて攻撃力が。
5000か。そこまでいかなかったかな。最初の1500使わなくてちょうどいいくらいかもね。まあ、ただお金のね、いくら貯まるかなんて分かんないかんな。なるべく無駄にならないようにしていきたいし、まあ、傷薬自体はあってもいいからね。高級傷薬は。ここには金があるのかな。地下3階980円あるって書いてある。宝箱でそれは回収したいな。980円回収して敵と戦ってなかなかいい感じになりそうだけど。大弓がさっきレベルアップしたね。おお、なんていうのこれ、取殺弓。これでマックスになったか。大弓はこれで極めたね。その取殺弓みたいなのがどんくらい強いのかちょっとわかんないけど、技弓、大弓、取殺弓、取り系特攻、威力は悪くなさそう。一回使ってみようか。使うあれまでもないと思うけど。あーでも取り札意味、あ、強え。あ、目つぶしの矢とかも意外に強いんだ。威力的には日本打ちと変わらない。日本一にプラスして目つぶし効果がつくっていう。名前だけで判断できないね。まあ普通に大弓でいきましょう。ちょっと必殺技を見ていくか。ガーラルスピア一文字好きか。最後、え、一文字好きかでも縦一列風車。別にカウンター技じゃねえし。風車の方が威力がある。使用ターンは物理ダメージ半減、結構いいな。なるほど、守りながら戦えるのか風車は。威力的には二段突きと変わらない。てか二段突きが普通に一番威力高いし、まあ、それに付加効果がついてるのがこの先の技っていう感じだね。ただ近距離でしか使えないわ風車見たら。じゃあ次、斧、ガーララクス全滅斬即死ゲ。ガーララクスってあれじゃん、これこそ本当にダメージないわ、威力ゼロだから。また十文字弾が一番強いんだな。あ、次のね、最強のジルコンの斧とかになるとやっぱりすげえ強えけど。グレソは千鶴残月か。千鶴残月後ろからいけそうだね。いや、そんなことないや。団体近いって書いてある。やはりアイスソードが欲しいな。そして道はどうなってんだ。なんかそれっぽい絨毯が敷き詰められてるけど、この左さ敵結構いっぱいいたよね。わっ、来なかったか。え、そうだ、ちょっと今ネットを見ながらやってるんで。スティールソードは一文字切り、ガーラルソード水星剣、あっ強えな。ガーラルソードの水星剣、もちろんレフトハンドソードの駆動剣の方が強いんだけど、まあ今はね大地の剣で節約してるからね、お金を。
敵がいる。ちょっとここ殲滅します。こいつらをぶっ倒した後に、ボーンゴーレムがいたか。ちょっと強い系でも、どれがどの種類なんだかわかんねえ。敵がこれ犬系でしょ絶対。これ骸骨系だよね。こいつが何系なんだかわかんない。アイシャって右手に何か持ってる感じがするんだけど、下のやつはグール系。弓もちょっと使ってみる、技を覚えるために。なんか普通の弓超弱えし、こんなにも変わんの。そしてあの骸骨剣士、攻撃力高かったな。やっぱ攻撃させないで倒すのが一番。おっぽいところに出てきたね。っていうかさ、弓とか言って弱いくせに全然レベル上がんないんだけど、こんなにも違うの。お前がギルドの頭だな、頭か。アサシンギルドの名を借りてクジャラートを混乱させる計画もここまでか。こうなったらジュエルビーストを目覚めさせ徹底的に暴れさせるか。お前たちサールイン様の復活を阻止しようとしているらしいが本当か。ならば容赦はせんぞそんな滅相もないとかその通り、貴様こそ許さん。あいつは逃げてったね。しかも普通の戦闘音楽だし、フローズンボディ、強そうは強そうだけどどうだろう。まあさすがにここは日本一で行こう。十文字さん、まあこれは大地の剣でいいや。まあこいつらだけ先制しておけばなんとかなるでしょう。1400、1300、弱6円一応これで壊滅はしたか。敵は残ってるけど、また脱出ルートがあると思うんでそれで帰りましょう。弓だな、弱いの。本当に弱いわ。レベルが上がっていけばどんどん強くなるのかな。弓
22とかね。こんなにも変わるんだ。上がんねえし。じゃあこのまま外に出ましょう。これでアサシンギルドは終わりですね。こっからどうしようかな。また例によってお金が9700円、結構たまってるんで300円以上だよね。売るもんがないな。売るもんが傷薬とか10何円しかない。レザーグラブ300円になんないし100円だな。まあ、ただちょっと海を越えて一回メルビルも見てみたいんだよね。もう少しモンスター襲撃のイベントとかが進むかもしれないし、まあ、それか四天王イベント。あんたたち仕事をやる気はないからちょっとやばい仕事だけど何でもやるぜ。左のお客さんと話してごらん。いねえんだけどどういうこと。アサシンギルド始まっちゃったらいなくなるのかな。ちょっと待ってね。一回来たエスタミルに行きます、まあ、ここで金使っちゃうしいっか。でパブで張り紙を見て尋ね人タルミッタから帰ってきませんと。そこからここ、お前たち何してるんだ。ごつすぎだろ人さらい。まあ、全然弱いと思います。弓で127け弓で127で倒せるし。そして弓のレベルが上がった。お前たち何者なんだ。クジャラートバンザーイ。ありがとうございました。襲われて連れて行かれそうだったんです。何か身に覚えは。いえ何も。直接は関係ないかもしれませんが、あの人たちタルミッタなまりがあったような。これでちょっともう一回南エスタミルへ戻ってみる。あとあいつさっきのフローズンボディ倒したんで、ジュエルビーストもいけるんすよね。ミンサガのねジュエルビーストは本当に強いけど、ロマサガのジュエルビーストは大して強くないんで。一説にはサールインより強いと言われているけれどもみたいな噂話はあるけど、いねえ本当にいねえんだけど。左のお客さんってこいつのことじゃないからね。えもしやイベント進まないとかある。金も無駄だけどさ、もう一回戻ろう。んちょっと待ってね。一回セーブをして、アサシンギルドを先にやっちゃダメだったか。褒美がもらえないだけで済むかな。なんかちょっと画像が乱れちゃってるけど、タルミッタに行ってマラルコに行けることはいけるんだよね。褒美を諦めてイベントだけ進める方向で行く。この右に行って、ああダメだ、
こっからね下に行けるようになるんですけど、ですけど行けねえわ。このイベントは諦めるか。じゃあ帰れ。丸のとこ行ってもしょうがないからね多分。じゃあ何やろうかって言ったら、左の男復活しないのかな。なんで消えたんだそもそも。アサシンギルドが始まったからかな。いないよね。マジでいない。やめとくじゃねえよ。なんでもやるぜ。お前の目は節穴か左のお客さんなんていねえじゃねえかよ。ちょっと見てみよう。イベント内容、クジャラと水流の住む湖、パブのマスターと話すと仕事の依頼をされる。おちと依頼は受けなくても問題ない。左の客と話すことでアフマドの娘を捜索することになる。タルミッタ、東に行くと水が干上がって階段が現れている。別に現れてねえし。船が出現して、マラルコそもそもこれやんないと船が出現してないのか。ちょっと一回マラルコ見るだけ見てみようか。じゃあ、必須のイベントじゃないんでね、いいっちゃいいんだけど、四天王イベントだったからやりたかったはやりたかったよね。船あるしどういうこと。行っていいのかな、謎すぎる。いや一回ちょっとメルビルに行こう。イベントが始まってくれてると嬉しい。すげえ金使ってるけど船で、こいつらまた乗りに来たのっていう。南と北はね歩いて行けんだけど、歩くとさすがにめんどくさいからね。アルツールの吟遊詩人にも話してみよう。それなりにイベントが進んでると、オールドキャッスルとか行けるようになるからね。ガラハドはもうずっとこのまんまだな。一曲いかがですか。変わんねえわ。イスマス経由で行くか。ここは船代をケチっていこう。これでイベントが進んでなかったら、またこいつか。何、魔の島とかあったね。あとキャプテンシルバーの財宝か。それをやって時間を経過させるのもまあありだね。あと普通に攻撃しよう。ではメルビルの方へ行きます。おお、襲われてる。あ、モンスターがいるね。タコしかいなくね。
海賊のイベントは終わっちゃってるっぽいね。あ、いる？どういうことか、どっち？ちょっと一回セーブしよう。9600円。何も言ってこないし、しかもさ、なんで帝国兵と戦ってんのにさ、俺たちが来た瞬間こっちにさ敵意を向けるとかどういうことだよ。帝国兵って強えのか。もし自分らと同じレベルの敵と戦ってるんだったら強いよね。敵のレベルはさ、自分たちの強さによって変わるからね。帝国兵が弱ければ敵も弱いから。あ、ハルベットが上がった。あ、船ジェルトン行けねえじゃん。先制で倒したい。こいつはハヤブサ使ってないけど、撃たー。どの列が下ってんのか分かんねえんだよね。なんかウハってなってんのがさ、他にも結構いっぱいいるんだけどさ、普通にやると強えな。やっぱりアクアマリン持っててよかった。アクアマリンがあるからアルベートはダメージを食らってないっていうのがあるんで。無駄よ、弓上がらない。帝国兵頑張れ。じゃあ多分詰まってたのかな。あの帝国兵何やってんだろう。雇屋とかは機能してるよね。してねえし、開いてない、入れない。詰め所とかは、うわ入れねえ。メルビルの城の中に入るか。じゃあやりたいよね。その前にゴールドマインに退却しよう。ゴールドマインは大丈夫だよね。大丈夫っぽい。よし、 OK。 じゃあ寝て、よし、それじゃあメルビルの救出は次回にしますか。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。